寒っ。今日ですね、この先に神社があるらしいんでやってきたわけなんですけど、 Google マップでもなんか載ってて、5年前ぐらいに人がその目的地に到達したらしいんですけど、ここはなんか家があったようなね感じですね。うっ、寒いわ。ここ山の上なんで、ほんのり向こうに雪が残ってます。下の方はね、全然雪降ってなかったんですけど、ちょっと粉雪のような雪が降ってます。寒い。石垣ですね。なんかかなり敷き詰められて、こういうのあんまり見たことないですね。だいたい結構大きな石が並んでるんですけども、綺麗に石が敷き詰められてます。本当にあの立派な石垣ですね。元から持ってきたんですかね。農地だった場所です。消防水域。寒いな。情報によればね、この道を通っていくんですけど、ちょっと道が怪しいですね。あんま通りたくない道なんですけど、いくつか使う方法があるんですけど、とりあえずちょっとお試しで中入っていきます。
ここにもなんか蔵屋敷があります。とても進めるような道じゃないですね。これ諦めましょう。違う道を行きます。ものすごい風の音です。まあ、結構ね谷が深いんで空気の流れもね、風の流れも速いのかもしれないですね。よし、よし、道が二手には分かれてます。こっちかな。
よし。かなり近くまでやってきました。よし、これ先ほど通ってきた道、途中で引き返したあれですね、下からだったらちょっと分からなかったんですけど、ああいう感じになってですね、本来は多分こう行く、横切っていくような感じでだと思うんですけど、ちょっと道があれなので、でもただなんか謎の道が存在してます。なんとなくなんか道っぽいような、この上なのかな。でもこの上に電柱があるんで、何かしらの建物があると思います。よし、この街灯もあるので、お、神社ありました。ちょっと写真撮りながら行きます。蹴り一発でね、根元が折れそうな感じです。なんて読むんですかね、大仙、森場、なんていうか、薄場神社ですかね。ちょっと漢字が苦手なので読めないですけど、行きましょう。じゃあ、あまり踏み入れたくないような感じです。一応ネットというか、そういう神社の登録みたいなのがまだあったので、訪れる人はいるんでしょうか。行きたくないような雰囲気です。嫌な雰囲気がします。当時の村の写真かちょっと分からないですけど、見えるかな、なんか
村の写真のようなものが飾ってあります。まあ、せっかくだよか、まあ、電球はちょっと比較的新しいので、よしよしよし、平成7年電気工事の中国電力、これはいつ頃のやつだろう、経済産業省平成21年以降に納入された。あ、でもこれは平成20年以前のものかな。水が中に入ってます。ここだけかな。これはあの手を洗うやつですね。押したら水が出てくるような簡易的なやつです。相当古いですねこれ、この建物。まあこの当時はかなり立派な村だったと思います。ここで盆踊りをしたりとか、なんかみんな集まったのかもしれないです。ただまあ今となっては訪れる人もいないと。でもこの、ね、鳥居の先にあるこの電信柱、比較的ね、新しいというか綺麗な状態なんですけど、最近まで人がいたのかなっていう感じでもあったりするんですけど、これもあれですね、おそらくこれが壁というか神社の壁、当時はやっぱ結構大きかったんでしょうね。でこっちにも道があるんで、こっち側にもね、多分先ほど行こうと思ったところが多分ここだと思うんですけど、いろんな塔から生きる神社。とりあえず今日はねちょっと参拝というか、どうにか到達できたので、今日はこんな感じで終わろうかなと思います。だいぶね標高の高い山なので、思ったようにちょっと寒くて、ちょっと耳鳴りがしながら歩いてきたんですけど、冬場はね、まあ、寒い時は冷える時は多分雪がね積もったりとか、そういう場所だったのかな。でもまあ本当に平成の真ん中ぐらいまで多分人はいたのかなって思います。
ッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。